1958年に完成した東京のシンボル、東京タワー。高さは333メートルを誇ります。レジャースポットとしても人気があり、年間300万人もの観光客が訪れるそうです。しかし、東京を見守るかのようにそびえ立つ華やかなイメージの裏で、東京タワーにはまことしやかに囁かれている都市伝説があるのを皆さんは知っていますか？こんにちは、星ルナです。今回は東京タワーにまつわる都市伝説をご紹介します。1. 東京タワーの西側の鉄脚。東京タワーの立っている場所はかつて江戸の裏鬼門である増上寺の跡地でした。しかし戦後の区画整備により増上寺は敷地の多くを手放すことになり、東京タワーの足の一つは墓地のあった敷地の上に立っています。そのせいなのでしょうか、東京タワーには幽霊の目撃情報が絶えません。例えば非常階段を駆け上がる女性の幽霊、鉄脚付近で遊ぶ着物姿の女の子の霊、東京タワーを背景に写真を撮ると人影のようなものが映り込むなど、さらに西側の鉄脚は少しずつ地中に沈んでいるという都市伝説があるそうです。 2. 慰霊塔の役目を果たしている。先ほど東京タワーが建っている土地は墓地だとお話をしましたが、それよりもさらに過去の時代にはかつては貝塚であり、前方後円墳の丸山遺跡、亀塚古墳があった場所とされています。東京タワーの建っている場所は古来より霊を祀る場所なのです。3. 東京タワーとフリーメイソン。高さ333メートル、施工は昭和33年など、東京タワーは数字の3との関わりが特に多く感じます。そういったことから、世界的に支社を持つその活動内容は極秘の秘密結社、フリーメイソンとの関係が噂されています。フリーメイソンは数秘術を重視しており、特に3、13、18、666の数字を好んで使っています。ここで東京タワーを思い浮かべてください。東京タワーはピラミッドのような三角形のタワーですよね。そして展望台まで登ると、さらにその上に特別展望台があります。これをフリーメイソンのシンボルマークのピラミッドの目と照らし合わせると、特別展望台が目の位置になります。また東京タワーの特別展望台に入るためにはまた別に料金がかかります。展望台に入るにも料金がかかるのに、さらに二重に支払う必要があるのはどうしてだろうと思いませんか？これは目のところに入るための料金だそうで、特別展望台の料金はフリーメイソンの運営資金に回されているという都市伝説があります。 4. 東京タワーとスカイツリーを結ぶと、東京の新しいシンボルとなったスカイツリー。このスカイツリーは都心から見て鬼門と言われる場所に立っています。このスカイツリーと東京タワーを線で結ぶと、平将門を封じているという山手線の結界を突き破る位置関係にあるそうです。東京タワーとスカイツリーが日本に災いをもたらすことにならなければいいのですが、東京のシンボルとして長い間君臨している間に人々の様々な念を吸い取ってしまっているのでしょうか。あの堂々とした綺麗なタワーにはそんな恐ろしい都市伝説があるなんて想像がつきませんね。あなたは東京タワーを今までと同じように見ることができますか？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。